はい、こんばんは、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えー、っとですね、なんか、今日も妄想族を貫こうと思ってるんですけど、三浦春馬さんが、えー、緑山スタジオで、えー、撮影をして、 それで、まあ、ね、その、1八十7 18、16、17、18? な、なんですけど、私は、緑山スタジオから、やっぱり、17日に、横田基地へバイクで行ったんじゃないかなって、思っています。どうしても、その思いが、 消えません。横田基地に行ったんじゃないかな。そう思ってます。ダメですかねっていう妄想族ですけど。はい。まあちょっとね、そんな気持ちがどうも諦めきれません。バイクだったらね、多分10分か20分で着けるんではないでしょうか。 横田基地まで。で、夜だったら目撃者はいないと思います。ヘルメット被ってるしね。わかんないと思いますよ。ね。で、もしバイクだったらパパラッチがいてもすり抜けられると思います。多分。バイクなら行けると思います。まあ、大型車両だとどうかな。わかんないですけど、 私はそう思ってますなんかねあの他かの YouTube の方の情報で何か言ってましたよっていうコメントが結構いただけるんですけどなんか横田基地にいるらしいですよとかでなんかうんとある人のインスタグラムにはなんかあったよみたいな顔を消されてあったよみたいなことがあって。 本当は言いたくて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 言いたいってしかたないんじゃないかなって思ってます。まあね10月10日って言ってらっしゃる方もいるんですけど私はそれはどうかななんて思ってるんですけどなんかねあの希望の光が見えてきたような気がします。 もうまさに妄想族ですけれども、爆心中です、爆心中ですけども、本当にね、明るい未来のために今、立ち上がるのでしょうか。まだちょっと早いような気もしますが、でもちょっとね、私の思いを今日は話させていただきました。これは私の妄想族の話です。 ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。みんなで妄想を見たっていいんじゃないかな。じゃあね、おやすみ。